私立ーズウィーケンド西村です今週はですね閉塞と大混乱の2022を振り返るというタイトルでお送りします令和4年西暦2022年がまもなく暮れようとしていますもう12月に入りました本当にあっという間に時間は過ぎていくわけですがこの1年間特に 日本のみならず世界中全体でも大混乱の年だったんですねご承知のように2月にはロシアによるウクライナ侵攻が始まりましたそしてその後そのロシアの核同化がどういう影響を与えるのかということそういったことが世界中の話題になっていたわけですが。 その後ですね、えー、なんとか、えー、コロナがまだその世界的に収束しているのかしていないのかそういうこともわからないまま一番問題なことはですねそもそも3年前に一度テーマになったどこから武漢コロナが発生したのかということ自体も要するに、えー、きちっと精査されたまま。 結論を出している国はありますがそれが果たして公式見解として世界に通用しているかどうかというと全くそうではないんですね。というのは WHO が全くそれに対してて逃げを打っているわけですそういったものがやはり前提にあるのでこの23年間世界中がおかしくなってきたわけですが特にそのロシアのウクライナ侵攻そして7月。 日の本人例えばそれによって実は安倍元総理が世界に対して与えていた影響というのはものすごく大きな力があったわけで,でそれがほとんど日本人に知られていなかったというそういう悲惨な状況にも後で気づいた人もいるわけですね。しかしかこれは本当に 我々が想像する以上の影響力をずっと総理を辞任した後ですね日本で歴代明治以降最長の総理大臣の任期を務めた総理大臣として歴史に名を残したというだけではなくてそれだけではなくてですね本当に 世界中に影響を与えていていなおかつ与えている総理辞任後2年間経ってもなおかつ影響力を与えていたというそういった事実が明らかになったわけですね。ということはそれだけあの暗殺の核心謎というものがそこから解き明かすということが必要になるわけですね。 ところが、そういうことは全くされていない。それは、ね。コビット、十九。の発生源、それから、一体、何の、どんなウイルスなのかということを含めてですね。それも明らかにされないまま。三年間が経っているということに、やはり重なるものがあるわけですね。この気持ち悪さ。それが、やはり、多くの人に。えー 閉塞感を与えているわけです。これはあの世界中同じだと思います、えー。安倍元総理に関して言えば、この番組でもご紹介しました。ああここに表示されているかもしれませんが、私が、えー、書きました。これはあの、えー、他の本を実は今年の秋だ秋に出す予定だったんですが、あんな暗殺事件が起きてしまったために急遽 その,あの予定をです、ね、出版社に話して伸ばしてもらって急遽この安倍元総理についての本を書いたわけですがあまあおかげさまで、えー、かなり評価を得て、えー、売れているんですがなぜかというとあのそんなにですね私あの多くの要素を盛り込んだわけではないんです。これだっったらちょっとあ あまりにも常識的な解説すぎるのではないかとちょっと不安に思っていたんですがとにかく急いで書きましたんでね、えー、しかしそれでもですね初めて知っったたこととがが多多かいいいうそういうそ感想がすごく多いんです、ねえー、まあ私自身もつい最近ですねあの7月の下旬にナショナルインタレストに載った論文を見逃していたものがあって。 インド人のジャーナリストが書いたあ論文なんですがどういうタイトルかというと「安倍晋三アジアの最後の本当の政治家」「ステイツマン」って、えー、ポリティクスっていう言葉ではなくてですね「ポリティシャン」っていう言葉ではなくて「ステイツマン」っていう言葉を使っていてまあ本当のだから政治家という,いう意味合いを持つ英語なんですがそれをインド人のジャーナリストが書いていてアジアにおける 本当のの最後の政治家なんだとステイツマンとしての最後の本当のステイツマン本当の政治家であるとでまたその彼の分析が非常に正しかったんですねですからそれだけ世界中に大混乱を与える結果になっているわけで、えー、終わりが見えないウクライナ戦争にしてもですね 安倍さんがもし、存命だったらですね、何らかの形で収束に向かう方向の糸口というものが見えていたかもしれないという部分もあるわけですね。それと、アメリカの中間選挙、中間選挙は11月には行われて、その結果、下院は予想通り、共和党が大きく票を伸ばして取り返しました。そして、 下院に君臨していたナンシー・ペロシ下院議長はですね結局政界を引退せざる得えなくなるという、まあ、そういうことになったわけでこれはあの以前からトランプ前大統領が最大の目,目標にしていたことなわけですね。ペロシという人に関してはですね、まあ、いかにもアメリカの民主党を体現するような人なんですが。 えまあそのいい例として言えばですね8月にえ台湾を訪問したとそれがかなり中国共産党にえこう反発を呼ぶことになってえそして9月冒頭に台湾,海台湾海峡のみならず台湾周辺全体をですね封鎖するような。 そういった軍事演習をさせてしまって日本の EEZ にもシナのミサイルが着弾するというですねそういうとんでもない状況になったわけですね。それに対しての日本の反発力しかもその政府の反発力だけではなくて国民我々国民のですね反発力があまりにもないんですね。これひどすすぎますよ本当になぜなぜのか 20年前に初めて北朝鮮が日本人の拉致を認めた後のの国民の反発あとの今でもはっきり覚えています。しかし20年経った今その日本人の拉致という問題に、まあ、匹敵する同じくらいの重みを持つゼ e z へのミサイル着弾それと えー、その後北朝鮮のやはり大陸間弾道弾のミサイル実験によって日本の EEZ にも着弾したというそういうことがあったわけですが、まあ、それに対してものメディアはまあ一応報道はするんですが反応がどうもおかしいんですね、えー。日本人の生の声が出てこない。 でそこには何らかの情報操作が行われているかあるいはえ実際日本人が本当に、えー、危機を危機として感じ取ることができないほど「ョ朝の平和」という言葉があるんですがョ朝、うん、の平和状態になりきってしまっているそんな気がするわけですね。そ、まあ、そういったもののが全部その 大混乱と閉塞状況を生んでいいるるなっているわけです。まあそれが今ざっと振り返った今年のその大問題なわけです。それでこの問題をですね、えー、実はこの前もこの番組で二人で対談をした宇山拓栄さんとですね、えー、歴史家なんですが彼がちょうど今年、えー、南米から北米まで アメリカ大陸をですね南北縦断する取材旅行を行って戻ってきたばっかりだったんですがその時に何を見聞きしたのかそして米国の中間選挙を実際米国の中から見た視点からどのように解釈したのかまあそういったことを含めて対談を行いましたそしてその彼とですね今私がお話ししたような内容をですね 振り返るトークライブを行いますちょっとご覧くださいえー、ここに告知、えー、が出てます、えー、12月17日土曜日です、えー、会場は15時半そして、えー、16時から始まります、えー、18時まで丸々2時間二人で、えー、みっちり話しますそして、えー 会場にお越しいただいた方とはですねその時間内で自由にフリーなディスカッションをしていってそして私なり宇山さんへのさまざまな角度からの日頃感じている疑問ですとか懸念ですとかそういったものをどんどん話していただきたいんですねそれをですねこのイベントトークライブのイベントを12月17日に行いますのでぜひいらしてください。 さてまあこういったその閉塞状況がですね非常にこう象徴的な形で現れたのが実は、えー、ワールドカップなんですねまあこの番組が放送される時はまだワールドカップ当然終わってないわけですた決勝トーナメントに。 向かうというそういう時期になると思いますそして日本がですねグループリーグを突破できるかどうかはまだこの収録時点でまだ分からない状況でスペイン戦を一つ残している状況ですねまあ普通に考えればまず突破できないと考えていた方がショックが少ないいと思いますよ何か日本の,その戦い方というのがですね やはり良くも悪くもも悪特徴が出るわけでこれはサッカーはスポーツの戦いですが例えば実際の戦争の時もそんなようになるのではないかとというか過去を振り返ってみるとですね実は大東亜戦争もそういうところがあったわけでまあそういったこともその連想させるようなものがワールドカップの戦いなわけですね。そこで今回問題になったのは この写真を見てくださいこれ何だかわかりますかこれ初戦の先ほどお話ししたドイツ戦の時の試合開始前の選手の記念撮影ですこれなんか急に誰かがおならしたのかなんて思う人もいるかもしれないし何やってんだこれがですね、要するに この大会に非常にその変な影響を与えているポリコレなんですね。ポリティカルコレクトネスそれがスポーツの分野にまで出てきてしまった。言論封殺だけではなくてですね。例えば LGBT 今 LGBTQ プラスとまで言うんですが、それを認めないものは多様性を認めないものだと。 だからそれには抗議しなければいけないというそういった考え方がこれが今世界を覆いつつあるわけですね。そしてカタールのという国ではそれができないのでそれに抗議をしたドイツ代表の選手ということになってるわけですね。でこんなな馬鹿げた話はないわけで 多様性というものを認めるのであればイスラム教の価値はイスラム教の価値として認めるべきですねイスラム教はそんなものを認めるわけないのは当たり前のことでそんなことは百も承知でしょうじゃあなんでそこでワールドカップやったんですかそこを決めたのは誰ですかそれは中利益が決めたわけですね中利益に FIFA 国際サッカー連盟の本部があるわけです、うん ということで、えー、続きは後半に行きます